100点で <laughs> プロ水着が初めて登場したんですよ自分も少しずつ大人になったんだなって はいまあ加入して、その次の年、2020年から、こうして毎年のように出させていただくことができて、本当にすごく嬉しいなという気持ちでいっぱいです、今回は高校を卒業したということで、制服のカットがなくなって、すごくまた新たな魅力が出た一冊になったのではないかなと思っているので、ぜひいろんな人に見ていただきたいなというふうに思います高校を卒業したメンバーは、この徐々に、このなんか黒い水着を着ていくっていう。 なんかふ今までの風潮っていうかなんかその伝統的なものがあったので今回はあの黒水着が初めて登場したんですよ、なんかそれがあ自分も少しずつ大人になったんだなっていうのをなんか実感してすすごく嬉しかったです <laughs> 自己採点、うーん、前回が多分100点か120点って答えた曲があるんですよ、なので200点で。<laughs> ありがとうございます